キスマヨ、キスマヨはアフリカ大陸東部のソマリアの都市。ソマリアの首都モガディッシュの南西 528km の位置、ジュバカーの川口付近にある。ジュバランドと呼ばれる地域の商業中心都市。港湾都市でバナナ、比較などを輸出する。キスマヨは南方のスワヒリ文明と北方のソマリ族による遊牧民族地域との境界に位置する。 都市としてのキスマヨの歴史は、比較的、新しく、当時インド洋交易で富を得ていた、ザンジバル島のスルタンによって1872年に建設されたのが始まりである2008年から2012年までは、イスラーーム武装勢力のアルシャバブが支配していたが、現在は、ソマリア政府の支配下にある。2008年から、キスマヨを支配していた、アルシャバブは、キスマヨの情勢を周囲に、 あまり公表していなかったため、現在の様子は詳しくはわからない。ここではそれまでの情勢を中心に述べる。ソマリ族が中心であるが、ソマリアの都市としては珍しく、バナディリ人、バントゥー系民族のソマリバントゥー、ブラワビト、バジュニ人、インド系など、多種の民族が住む。キスマヨはソマリアでも大都市であり、教育機関は多い。地元の高校のほか 2005年8月には、キスマヨ大学が設立されている。1993年、キスマヨでの放牧風景内戦前には、肉の缶詰工場、比較工場、近代的な魚工場があった。しかし内戦により設備は被害をこむっている。2008年1月から10月にかけて、労働者1日あたりの賃金は5万2000。 ソマリアシリングから 157,500SS まで上がっているが赤米 1kg の価格も 14,170SS から4 6 0 0 0 s s まで上がっていると見積もられている。穀物生産量は7億8,000万トンと見られている。キスマヨ空港キスマヨには都心部から 10km 離れた位置にキスマヨ空港がある。この空港は以前は ソマリ空軍の訓練基地だった。内戦により設備の多くが破壊され、しばらくは閉鎖状態だった。しかし少しずつ整備が進み、2008年10月にイスラム法廷会議により再開された。同年、空港の名は16世紀にエチオピアと戦ったソマリアの英雄アフマドイブンイブリヒム・アルガジーに、ちなんだものに改名されると発表されている。ヒスマヨには、半島部に、 大きなドックを有している。1964年には、バジュニ島にも港湾施設が作られ、その後に半島部と歩道でつながれた。港はソマリ海軍の基地として使われ、1969年のクーデターの後にはソビエト海軍の基地として用いられた。1984年にはアメリカ合衆国の援助を受けて港が改装されている。キスマヨは、 ジュバカーの下流、ジュバ渓谷に位置し、美しい浜辺を持つ、熱帯気候である。年を通して気温は高く、季節モンスーンが吹き、雨はまばらで、干ばつになりやすい。雨季は、グーと呼ばれ、4月から6月までである。雨季の雨は、植物の育成に重要である。寒季は、ハガーと呼ばれる。ヒスマヨは古くは、小さな漁村だった。14世紀頃に、 ソマリア中北部で成立したアジュラーン国は力が強くキスマヨ周辺を影響下に置きジュバ川の水を利用して農業化を推し進めた。17世紀頃アジュラーン国の力が衰えると今日のモガディシュのあたりにゴブローン王国が起こってジュバ川流域を治めている。1840年にゴブローン王国とバルデラの間で戦争が起こり、 ゴブローン王国が勝利したため、ゴブローン王国の影響が強まっている。1836年から1861年にかけてアラビア半島の強国オマーンがキスマヨの南方にある島ザンジバルに戦闘を行い、ザンジバルする単国を作った。ザンジバルは支配地域をジュバランドにまで広げ、1872年にキスマヨに都市を作った。一方、 同じ19世紀後半に、ソマリ族のダロット氏族の氏族、ハルティが、キスマヨに移住を行っている。1890年11月7日、ザンジバルは、イギリス帝国の保護国となり、1895年7月1日には、イギリス領東アフリカの一部となり、キスマヨのあるジュバランドもイギリス領となった。第一次世界大戦の結果、ジュバランドは、イタリアに譲られ、 トランスジュバと呼ばれる地域となった。1926年6月30日にイタリア領ソマリランドに組み込まれた。当時のジュバランドは8万7000平方キロメートル、人口12万だった。ヒスマヨはイタリア領ソマリランドで主要都市の一つとなり、例えば1933年の神戸、また新日報では晩州織物の輸出先として、 イタリア領ソマリランドでは唯一キスマイヨが挙げられている。イタリア領ソマリランドは第二次世界大戦中にイギリスの軍政下に置かれ、1950年にイタリア新宅等治領ソマリアとなり、1960年にソマリアとして独立した。1960年代にはソマリアがアメリカと手を切るまでアメリカの影響が強い都市だった。 内戦直前のキスマヨジバランドは九百九十一年から始まったソマリア内戦の影響が大きく支配者がたびたび変わった。特に主な住民であるダロット氏族の氏族マレハンと同じくダロット氏族の氏族ハルティの氏族マジェーテンの対立が深刻である。九百九十三年キスマヨのアメリカ軍内戦直後はマジェーテン出身のモハメドサイドヘルシモルガニア ソマリア異国運動の影響が強かったが、1993年3月にアメリカ海兵隊が上陸し、第二次国際連合ソマリア活動の一環としてベルギー軍が支配する。しかし1993年12月にモルガンがキスマヨの支配権を取り戻し、1994年12月にこの地域から国連軍が完全撤退する。 モルガンは1998年9月3日にジュバランドの独立を宣言する。しかし、翌1999年6月、マレハンなどが主体の軍閥連合ソマリー軍、後に改名して、ジュバ警告連合の支配下となる。ジュバ警告連合は2002年に南西ソマリアと名を変え、発散暫定政権の統治権が及ばなかった。2006年、 イスラーム武装勢力イスラム法廷会議がソマリア南部で急速に力を拡大し9月25日にはキスマヨーを勢力下に置いたその年末に隣国エチオピアがソマリア暫定連邦政府に手を貸しての反撃が始まり2007年1月1日にソマリア暫定連邦政府がキスマヨーを制圧しているただし暫定連邦政府内にも 外国勢力であるエチオピアの軍事介入を好ましくないと考える人も多く、エチオピアはソマリア南部を一旦制圧した後に軍を引き上げているため、その後もソマリア南部は安定しなかった。2007年4月にはもともとこの地を支配していた、氏族の一つマレハンがキスマヨを支配し、暫定連邦政府の支配下にあるとは言い難くなった。2008年6月には、 ソマリア沖の海賊の六大拠点の一つとしても挙げられている。イスラム法廷会議は、その後いくつかの勢力に分裂し、中でも若手が外国の過激グループと手を組んで作ったあるシャバブ、ついで旧指導部が主体のヒズブルイスラムが台頭した。両勢力は2008年5月にキスマイオ付近にまで迫り、 キスマヨ地元勢力からキスマヨ港の利益30%を提供させることに成功した。まもなくキスマヨ地元勢力とイスラーム武装勢力は対立がはっきりし、8月下旬にはアルシャバブがキスマヨを占拠し、キスマヨはアルシャバブ3名、ヒズブルイスラム3名、地元勢力1名で支配されることになった。2009年8月になると、 アルシャバブとヒズブルイスラムの対立が深刻となる。特にヒズブルイスラムの幹部発散トゥルキーとの対立が激しく、アルシャバブは10月にキスマヨの主要地区を占拠する。結局2010年初頭にトゥルキーがヒズブルイスラムを離脱してアルシャバブへの参加を表明し、キスマヨ情勢は一応安定した。キスマヨはアルシャバブによる過激な政策で、 しばしば話題になっている。2008年9月には歴史的建造物であるキリスト教教会を破壊してモスクに建て替え、12月にはあるイスラーム教徒の墓をイスラーム的ではないとして破壊している。同じく12月には音楽を流していたのが好ましくないとして地元ラジオ局の一つを閉鎖させている。2009年12月には AK-47 を商品としたクイズ大会が開かれたことが日本でも大きく報じられている。2010年11月には少年少女に軍事訓練を施していると伝えられている。2011年10月にはケニア軍のソマリア侵攻があり、抗戦地帯となった。ソマリア政府もケニア軍の動きを支持し、アルシャハブ側は徐々に劣勢となり、 2012年9月29日には、キスマヨから完全撤退している。その後は多少混乱があったが、ソマリア政府軍のキスマヨ統治が確定した。そして、この方面を担当したソマリア政府側の軍閥ラスカンボニ軍の指導者マドベが、キスマヨの政治指導者となった。12月27日にキスマヨに、政府要人が訪れ、ラスカンボニ軍指導者であり、 キスマヨの政治指導者でもあるマドベラが応対している。ただし、マドベは今後はキスマヨを中心とするソマリア南部をジュバランドとして高度な自治地域にするよう要望しており、ソマリア中央と南部とで再び亀裂が生じることも懸念されている。ありがとうございます。